名前はミーシャ・ジェネットです。10年前に、アメリカから、日本に来日して、今はファッション業界で働いてます。結構前にやっぱファッション関係の友達に、セバに紹介してもらって、その時から結構仲良くさせてもらってるんですけど、今回は彼がまあデビュー、ソロデビューするにあたって、今までとちょっと違う、風を吹かしたいって言ってたので、まあ私もやっぱちょっと得意ところもあるから、じゃあそれをちょっとモードなところをちょっと試してみようって言われて、で今回は割と作品っぽい撮影になると思いますから、で私は作品とかそういうちょっとイマジネーションを使えるような作品すごい好きなので、じゃあ一緒になんか面白いものを作ってみましょうねって、それで参加しました。見どころはまあ特に衣装に関しては、私の得意なところはやっぱモードとスポーティーモードとフューチャーチックなのミックスが私らしいので、そういったところ、特に今回 のイメージもちょっとデジタルの世界なので、その出てる人、まあ、セバも含めて人間なのかアンドロイドなのか、どういう生き物なのか分かんないっていうところをちょっと引き出して、まあ未来的な街のスポーティーのところと、そういったメタリックなものと一緒にミックスして、フューチャーのところも描いてみようと思いました。